フランスのシャンティーのコンデ美術館っていうところにあるんですよね。写本ですから、用紙に1枚ずつ手書きで書いていく、1点しかないやつですからね。豆知識なんだけど、はい。羊皮紙はわかるよね。羊のうん、革の皮。紙。はい。何の革でできてると思う？羊じゃないんですじゃなか？いんだよ、必ずしも。これ騙さが、れた。これが。ベラムって別に羊っていう意味はないんだよね。日本で訳すときに羊皮紙って訳したんだよ。だけど、大概の羊皮紙は、牛の皮が圧倒的に多いよ。牛皮紙なんです牛皮紙なんだよ。ね。牛皮紙が。そうですうん。やか。っぱり羊の皮ね、薄くて柔らかいんだよ。で、ファッションとかにはいいかもしん、とか、本の装丁するのにはすごくいいんだけど、ページにするには、もうちょっとやっぱりパリッとしてないとっていうのがあって、牛がよく使われるんだけど、これもまあ牛がですけどね。